テル、テルさん、はい、何やってんの？伝説採決。うん、伝説採決。で、今日帰ったとかの話だけど、飯食ってないよね、まだ。食ってないですから。え、何してんすか？伝説採決。はい、皆さん、こんにちは。新作のリーダー、てるちゃんです。今回ですね、この新作ゲーム、全世界で2億ユーザーを獲得している化け物タイトル、伝説対決をやっていきたいと思います。イエイ！いや、このゲームですね、今、父の背中でもかなり流行っていて、まあ、この後もね、カッキーとケンキと3人でやるんですけど、5on5 の対戦ゲームですね、これは。まあ、実際もう早速やっていきます。レッツゴー！じゃあ、早速やっていきますか。推定所要時間16秒だって。もう俺らのゲームと、信じられないですね。すごいね、そんだけ人口が多いってことやね。そう、今だかつてこんな早くマッチングするゲームがありましたでしょうかっていう。俺はアーサー行きますわ。俺じゃあなんかセインっていうなんかかっこいいやつで行くわ。だってテロイさん、ゾウさんじゃん。はい。こいつ硬いのとなんか前方に水っぽいの打てるんですよね。でも僕らも脳筋だからセンターひたすら押しましょう。3人でね。ジャングル行きますか。オッケーオッケー、よし行くぞーい、ウィーレッツゴー。それはさすがに無理だよね、レベル1でジャンクが絶対無理だよね。いや、よ、4人だね。トップの方に誰もいないね。でも俺さ、なんかセンター2人おるくない？相手も。あー、ほんまやね。さあ、これアーサー。あ、違う、3人いる。相手も脳筋じゃねえか。やべ、相手も脳筋だよ、これ。あ、これホーリーってやつ。あ、こいつ殺せ、やれ。あ、すげえ。あ、だ。助けて。カッタロウ兄ちゃん大丈夫それ。大丈夫。行き過ぎ。あ、カッキーがやばい。カッキーがやばい。あ、ウガンダ。ウガンダ。あ、やばい。助けて。一回帰っていい。あ、オッケー。戻ろ。俺以外リコールで帰ってどうぞ。なんでだよ。マジでよ。おいおい、ちょっと引き際が分かんなかった。マジ突っ込んでったんだ、あの二人のこと。書きたいことさ、移動速度教えるのになぜか知らないけど前出るっていう。これ俺とカッキーのキャラはタンク？多分。うん。で俺がアタッカー。ああ、なるほどね。うん。あ、書きたいことさ、多分あのジャングル行ってる敵一人。早速ジャングルでなんか悪さしてる。ちょ、ジャングルやりんこ。オッケー。こっち。あと、いや、ボトム、ワンオツーしてるな、あれ。ボトム助けに行った方がいいかも。あ、そうだね。ボトムに、うん、あ、ボトムに移動したんだね、多分。ワンオツー。うん。とりあえず、今、ひたすら、あ、なんかいる。こっち、ほっとくか。あ、ホーリー、痛い。あ、しまった。やれ。こいつ、逃がすな。許すな。あー、帰ってか。あ、いける。え、なんかどっか帰った。あ、どこ行った。あ、ちょ、こんなん入ったんじゃない。ジャングルいる、ジャングル。あ、ジャングル入ったわ。やれ、よっしゃ、ああ、ジャングル強え。あ、いいよ。倒した。ナイス。やべ、これはきついか、逃げてた。オッケー。順調にレベル上げております。あ、これ倒そうぜ、この鳥。うん。買っとこう、暇だし。かわいそうだよ、こいつ。3人がかりで殴られて。みんな今レベル何ぼすか？かけた8で。8か。あれ、俺が9か。周り敵10到達してるやついる？相手9、いや、相手11ってやついたよ、さっき。マジか。あの、遠距離のやつだな、多分。ガチかわ。ヨタカか。あー、まあ、向こうの朝のレベル高いのか、辛いな、それ。いやー、ちょ、前に出にくい、これ。マジか、きつい。遠距離のやつ1人いるだけで全然違う。行ってー。ヨタカ借りたい、ヨタカ買った。ヨタカ買ったけど、俺も借られる。よし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 。あ、いいね。ラスト1人、ラスト1人。押せんじゃない。うん。いける。押せ。押そう。むしろ押した方がいい。まあ、うん。あ、横から来てるね。はい。こっちのレベル関係ないですか？あ、3者やれる。オッケー、やった。レベル10到達ね。あの、1人戻った方がいいかもしれない。よっか、あー、ほんとだ。戻るわ、リコールで。どうせ、体力ないし。やべ、すげえ勢い削れてんな、タワー。結構。あ、やばい。めっちゃ押してる。右の方なんか今3、4人見えた。オッケー。なんか、タワーが全部壊れてる方。よし。いっぱいいる。後ろから挟みに行くわ。
いやこれ無理、ボトムやばいって。マジか。こいつは脳筋すぎるだろ。マジマジで言ってるこいつら。倒した。脳筋すぎるだろ。倒しちゃったけど。ガチ脳筋だったね今。あの朝。やばい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 。こんな突っ込んでくる？ホーリーダウン。突っ込んでくるな。逆にカウンターで、うん、カウンターで。カウンターで今、で今ね、3人ダウンだから、まじ普通に入れると思うよ。入れた方がいい。ただ、一人、コアの方行ってるやつがいるね。こいつ返さなかったら、いけんじゃないこのまま。多分そうだね。このまま返さないで。なんか、ないの瞬。いや、無理。あ、勝っただ。勝った。勝った。おー、ナイス。あ、味方が一人コア殴った。ナイス。やばい、めっちゃ弱かった、俺。ごめんね、味方。あ、MVP あざす。ナイスー。MVP出す。タスタス MPD タスタス MP タスあタスあタス朝強いわ、これ1キル7です。はい、というわけでやってまいりました伝説対決、いかがでしたでしょうか。このゲームはですね、もう本当に簡単なのに奥が深いゲームとなっていて、もう本当にゲーマーなら一度はプレイしてほしいっていう、そんな感じのタイトルになっています。すごいね、奥が深いですよね。あ、そうそう、このゲームヒーローがこういっぱいあって、でそれぞれ役職があるんですよ。このクラスがあって、タンク、ウォリアー、アサシン、メイジ、マークスマン、サポートって言ってね、いろいろとクラスがあって、でそのヒーローの特徴を把握した上でチームを組んで、その友達とかフレンドとかとね、うまく立ち回るっていうのが重要で、ほんでね、スーパーマン、バットマン、ジョーカー、ワンダーウーマンとかの DC コミックスのね、人気ヒーローが順次参戦予定で、すでにほら、バットマンとかが使えるんですよ、これ。知ってる？みんな、バットマン。すごい、アメコミのすごい人気なヒーローがね、今後も続々と参戦予定で、すごい楽しみな、今後も楽しみなゲームとなっております。はい、そしてこちらリリース記念実況キャンペーンというのを開催しておりまして、まず第1弾勝つまで実況キャンペーンというのがね、1月6日までやってまして、チャンネル登録者数が100人以上の YouTube チャンネルにてランクマッチでの調理試合を投稿することで、応募者全員に Amazon ギフト券を、1000円分プレゼントっていうのと、あと第2弾 MVP 実況キャンペーンっていうのをやっていまして、こちらもチャンネル登録者数が100人以上の YouTube チャンネルにて12月中旬よりキャンペーン第2弾の開催を予定しており、シルバーランク以上で勝利したチームの MVP になった動画を投稿することが応募条件となっております。今からランクを上げてぜひ第2弾のキャンペーンにもご参加くださいとのことです。いやー、ほんま楽しいね、このゲーム。最近ずーっとね、なんか東京行ったりとかね、大阪行ったりとか移動ずーっとしてたんだけどね、もう移動中ずーっとこのゲームしてました、僕。ね、よかったらね、その概要欄からダウンロードできるんで、概要欄の URL から、リンクからね、ダウンロードしてみてください。よかったら一緒にやりましょう。それじゃあ今回はこんな感じ。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と Twitter のフォローと、高評価よろしくお願いします。それじゃあ、バイバイ。